乳房再建とは、外傷や気刑、乳がん除去手術などの理由で形状が大きく、損なわれたチブサを再建する形成外科術である。およそ量のチブサは、女性のシンボルであり、これを大きく損なった際には、女性の精神的苦痛が大きなものとなったり、クオリティオブライフに大きな影響を及ぼしたりすることがある。下着などである程度ごまかすことは可能であるがそれは、 煩わしいものであり、他人との入浴に制限が伴う場合もある。このため、チブサの再建が望まれる場合がある。アプローチとしては、人工材料の挿入、神秘脂肪移植、非弁移植などの手法がある。オニーズによれば、乳がん手術後の乳房再建が行われたのは1895年の、ツェルニーによる、ディーポマ移植が初であるという。 1963年にクロニンがシラスティックジェルインプラントを用い、1978年にはラドボンがテッシュエクスパンション法を報告。1970年代後半から積極的に行われるようになり、日本ではインプラント法での再建は1976年、背部組織の移植が1979年、腹部の組織の移植が1982年が、 初のもので、いずれも東京都立駒込病院の坂東生子の手によるものとされる。ただし、日本人女性は、欧米人と比較して乳房が小さく、下着等でごまかしやすいからか、あるいは、女性のシンボルである乳房に対する関心の薄さからか、かつては、乳房再建を希望する患者は少なかったという。片側のみの再建となった場合、 チブサの形状や質感が左右で異なる場合があるため、患者が希望すれば健全な側も観測に合わせて修正するか、あるいは切除し、同等の再建術が行われる場合もある。また、再建されたチブサは、通常のチブサより柔軟性に劣る傾向があり、これはすなわち、体位によって、柔軟に、様々な形状に変形する通常のチブサに比べれば、 再建入房はあまり体位によっては変形しないことを意味する。したがって、日常生活の大部分を占めると考え得る、立位、在状態の乳房さを基準にデザインが行われるべきである。なお、慶応義塾大学形成外科での1974年1月から1984年12月までの実績によれば、再建術50省令のうち、 乳がん根治術後のそれは28例、ついで、ポーランド症候群が16例であった。外傷性乳房欠損、または帰形への適用の場合、原則的に携帯のみの再建となる。人工乳房の例外健常を失った乳房を補う、手段として、手術以外にも下着用パッド、胸部の皮膚に貼り付けるなどする、人工乳房、各種専用のサポーターや下着などがある。 乳癌の早期発見及び治療技術の進歩により、乳房の温存や再建についても有利な情勢が築かれつつある。1940年代には大胸筋を温存する術式が、1960年代には小胸筋も温存する術式が報告され、1970年代後半からは、これら否定型的乳房切除術が標準化されていった。 1980年代には、ベリネッセ、フィッシャーが、乳房温存手術を発表。1990年には、アメリカ国立衛生研究所の合意委員会が、ステージ I2 のものに対して、温存療法が適切であると結論。2007年現在、約50%の患者について、乳房温存手術が行われている。 このため、乳がん術後に大規模な再建が必要とされるケースは減少しつつあるが、再発が心配、放射線治療を避けたいなどの理由で患者が温存法を選ばず、あえて乳房の切除の上での再建を希望するようなケースも少なくない。手術時期としては、手に再発の恐れが少ない場合などに、主要の摘出と同時に再建が行われる一期再建のケースと、 6ヶ月2年程度経過を観察、放射線治療や抗がん剤治療が完了し、再発、転移等が見られないことを確認した後に再建される二期再建のケースとがある。二期再建の場合は、乳がん切除術後再建術までの期間、チブの喪失により、喪失感を覚えるなど一時的に QOL は低下し、また手術が2回に及ぶため経済的負担も増すが、 やはり二期再建の方が安全であるとされる。また、患者が病院及び、形成外科医を選べるという利点もある。日本では2006年4月から、ティッシューエキスパンダー、及び組織移植については、乳がん切除後の一期再建術、二期再建術ともに、保険適用として認められている。なお、欧米では、予防的措置として、 検測の乳腺も切除し、両乳房に再建術を施すといった例もある。乳房自体の再建については、人工材料、すなわちインプラントの挿入で、チブさの隆起を得る場合と、有形食費によるもの、もしくはその組み合わせによって行われる。非弁を回転させることで生じる隆起である程度の形状を得ることもできるが、これのみではおのずと限界がある。また、 Z 形成術でもある程度の流気を得ることができる。他、流気のための材料として、腹腔内の大網を移植する場合もある。両側のチブサをインプラントで再建した例。乳首は温存できた。大胸筋を剥離し、人工材料、すなわち包胸手術などで使われるインプラントをチブサに挿入する術式。土台となる、大胸筋が残されていることが条件となる。 多くの場合は組織拡張器、ティッシュエクスパンダー、ティッシュエクスパンダー、シリコンエラストマーでできたバッグを大胸筋下に留置、生理食塩水を何回かに分けて注入し、数ヶ月かけて、やや大きめとなるまで皮膚を伸ばす。その後数ヶ月をかけて皮膚が伸びた状態で十分、落ち着くまで待ってからインプラントを挿入する、といった手順となり、 最短でも6ヶ月程度の期間を要する。2010年現在、早期癌では、多くの場合乳房皮膚の温存が可能となってきており、その点ではインプラント法に有利な情勢が築かれつつあると言える。2013年7月からは健康保険適用となった。乳房インプラントは2004年現在、主としてシリコンエラストマーに生理食塩水を充填した。 生理食塩水型と粘度の高いシリコンジェルを充填した型が用いられている。サイズは A カップで150から2 0 0トル B カップで2 0 0トルから2 5 0トル C カップで250から3 0 0トルが目安である。手術自体は比較的平易であり、手術根も小さく入院は通常2から4日程度、また、 乳がん術後にインプラント法を用いた場合については、再発時の抜去が容易であり、非便を最後の手段として温存できるといった利点もある。欠点としては、人工材料であるため、残された健康なブさと形状、感触、揺れなどが異なる。既製品の中からの選択となるため、下水乳房なども含め、すべてのケースに対応できるわけではない。 若干の違和感を覚える場合がある。破裂や皮膚を破っての脱落、乳房内でのインプラントの回転及び炎症、飛膜拘縮や感染症の危険性があり、術後は恒久的な注意を要する。放射線治療等の影響で組織が変成し、組織拡張ができない場合がある。または、術後の放射線照射が行えない日本人の場合は、 周囲の皮膚が足りずに反抗が目立つ場合がある、もしくは物理的に手術が不可能である、などが挙げられる。辻、タクシマでは低診修正が患者の好評を得ており、2008年には77%の患者がインプラント法を選択したと報告している。また、坂東生氏は若年層には差し当たって、インプラント式による再建を行っておき、中年期を迎えてから、 自家組織によって抜本的、高級的な再建を行うといった概念を提唱している。なお、かつて行われていたパラフィン、シリコン等の注射法は副作用が非常に大きいため現在は用いられていない。広背筋皮弁による乳房再建インプラント法と比較し、2009年現在日本では多くは保険適用である自然な感触が得られる。 形成の自由度が高い、大きな皮膚欠損にも対応できる、静着し、落ち着いた後には、刺したるケアを要さない、などの利点があるが、主義は、比較的難しく、入院も2週間程度が見込まれたの持病がある。場合には、それとの兼ね合いもあり、採取側、移植側ともに、傷跡が残り、色調や皮膚のキメなどに関しても同一ではないため、場合によっては、 パッチワーク上になるという欠点がある。このため、インプラント法と同様に、表皮は組織拡張器での進展で対応することも、選択肢の一つである。すなわち、非弁として採取したものは、必ずしも、表皮の大部分が利用されるわけではなく、必要な分を残し表皮を除去し、残った、皮下組織を、いわば乳房粒器のための詰め物として用いるといった、具合であり、 全く表面に露出しない例もある。このような場合であれば、見た目の違和感は最小限に抑えることができる。なお、渦は乳眼的出術時、乳腺と同時に乳輪、乳頭も切除した例。乳輪、乳頭があった場所には、皮弁の皮膚が収まっている。乳頭乳輪部は潜伏眼が,が残る可能性があるため切除されることが多いが、 放射線の集中照射などと組み合わせることで、これを温存できる例も見られるようになってきており、森らの報告では、早期がんの場合、乳頭、乳輪と病変部が 2cm 以上離れていれば、温存が可能としている。以下の術式例は、代表的なものであり、これら以外にも、乳房下溝み線部脂肪筋膜弁移植、腹部有利真皮脂肪弁移植、 複数箇所からの組織を採取し遠隔移植でチブサを再建するキメラ移植などの例もある。また、サタケラは、セ通枝ツ弁について、下腹部以外にも、全身12箇所から13種類のヒ弁を採取し、乳房再建に用いることが可能であるとしている。有利脂肪移植いわゆる、脂肪吸引により大腿部、または、腹部から2ミリメートルから4ミリメートルの加入量、 用いて採取した脂肪を 14G から 18G 程度の注射針を用いて乳房に注入し、その流気を再現するもの。手術侵襲は少なく感触等は自然なものであり、また、インプラントとの併用も可能であるが、有利組織であるため死や石灰化などの危険があり、生着率は10から30%程度と言われていた。だが近年、技術の向上に従い、 生着率も向上してきている。また、痩せ型の患者に対する方法としては不適で、具体的には、BMI17 以上、体脂肪率20%以上、体重 42kg 以上が目安であるとする、報告がある。また、乳房温存術後の部分的欠損に公的、もされる。近年の技術向上が目覚ましく、 開発中の技術ではあるものの移植後の血管の再生を促進するために吸引脂肪には比較的少ない脂肪幹細胞を染具細胞を余分に吸引した脂肪から酵素処理で取り出した間質血管細胞群で補って移植するなどの方法で成着率の向上や萎縮の防止などが見込まれている幹細胞を培養して脂肪に混ぜて注入するという 技術も開発中である。2019年4月、横浜市立大学附属市民総合医療センターが同治療を日本の大学病院で初めて開始したことを発表した。この治療は少量の脂肪から取り出した幹細胞を培養して数を増やした上で使用することができるので、従来の有利脂肪移植法に比べて多くの幹細胞を注入することができる。 これによって、脂肪の成着率のさらなる向上が期待できるだけで、なく、もともと脂肪量が多くない人に対しても無理なく、実施できるものと考えられている。なおこの治療は、第二種再生医療に該当する。原直近被弁下腹部からの筋被弁移植。通常は、有形被弁とされ、被弁を横軸に取り、上腹壁道上脈を栄養血管としても陥る。 トランスバースレクティスアブドミナスマイキューテニアスフラップ、トラムフラップの形式をとる。これは、腹直筋と下腹部の皮膚及び皮下組織を、血管ごと血流を保ったまま胸部に移植するものであり、原則的には、体側の腹直筋を用いる。最も標準的な再建方法であり、後背筋皮弁と比較し、組織量が多く乳房流気の再建に適する。 また、肥べにおいて筋肉が占める割合が5%程度で、あるため、腹直筋の肺腰性移植による全体の移植はほぼ見られない。後背筋肥べよりやや遅れ、1979年にロビンズが縦型を報告、その後多くの医師により横型が提唱され広まったとされる。入院期間は短くとも10から14日程度。 被便を採取した腹部には3ヶ月程度、腹帯などでの保護を行い、また一部の運動を制限する場合がある。再建されたチブサは触覚などの感覚の回復は、早いが、通覚の回復には1年、霊感は3年、温感の回復には5年程度を要するという。血流的には広背筋被便移植に比べて不利であり、比較的部分へ死等を起こしやすく、 またあまりに大きな移植を行うと、腹壁ヘルニア、または、暴流、腰痛を起こす場合があり、採取部に補強などを要する場合がある。また、下腹部がスリムになるという、副作用もあり、横軸方向に採取すれば、採取部の始めを下着で隠れる部位に収めることのできる、ケースも多い。主に美容上の問題から原則的には横軸型の、採取が行われるが、 組織の血行としては縦軸型もしくは斜め軸型に採取した方が安定する。なお、トラムフラップの場合、血管系を採取する腹直筋の上の部分をゾーン I、体側腹直筋上をゾーン2、採取側腹直筋の外側をゾーン3、体側腹直筋の外側をゾーン4とし、順に血流が悪くなる。 通常ゾーン4は切除し捨てられる。その他状況に応じて臨機応変に対処される。この術式は術後の患者の満足度は42%と最も高く、失敗率も3%と最も低いとの報告がある。ただし腹直筋を侵襲する場合は腹壁が弱くなるため妊娠、出産を希望する患者には必ずしも適さない。 進化腹壁動脈腺痛枝皮弁ディープインフェリオーエピガストリックパーフォレーターフラップディープフラップ近年では潜痛枝が多数ある場合にはへその周囲からの有利皮弁移植も選択肢となっているこの場合腹直筋の温存が見込め最終部の機能損失は最小限に抑えられるが有利皮弁という性質上マイクロサージャリーによる 血管粉合を要するなど主義は比較的難しくなり、粉合部血栓等リスクの増加も懸念される。したがって、矢野によれば、日本ではまだ一般的とは言い難い主義であるが、近年は、術前の超音波検査での線通枝の観察が容易になり、また術後も血行のモニタリング法が発展、移植非弁の全開始などの危険性も低下しており、 熟練した医師の手によれば第一選択となりうるとの論もある。なおこの場合、幅12から1 5トル程度、長さ32から4 5トル程度、重さ350から1 5 0 0ム程度までの皮弁が採取できる。有利皮弁の栄養血管には進化腹壁、同性脈が用いられる。またナハベジアンによれば腹直筋の採取。 温存の方法によって、マッスルスパルニングトラムフラップは、MS-0、MS-1、MS-2、MS-3 MS と分類され、MS-3 がディープフラップと呼ばれる。なお、筋膜の切開が必要とされる本、ディープフラップの問題点を解決するため、朝下腹壁道常脈を利用した有利朝、下腹壁道常脈非弁の利用も増加しつつある。 その他、非弁の最終域を体側にまで拡大し、体側の血管柄については、液化周辺の適切な血管と糞合する、いわば有形非弁移植と有利非弁移植の、ハイブリッドとも言える、血管糞合深腹直筋非弁という方法もあり、これはより大きな組織を得られ、また血流を二方向から確保できるため、リスクもより小さくなるとする報告がある。また、 血流の安定確保といった観点から、両側から少しずつ血管系を確保する、有形トラム、ドトラムポーも用いられている。後背筋皮弁、ラティシマス動作フラップ。背部からの有形皮弁移植。後背筋に背中の皮膚がついたものを液下部を支点として、血流を保ったまま血管ごと移植する。大方、血管柄は切り離さず。 後背筋皮弁の剥離だけを行い、背中側にある、採取層から、チブサの始めまで、脇の皮膚を剥離し皮下トンネルを作って、そこを通して、皮弁を、背中側から胸側に持ってきて固定する形である。この再建術は1977年のシュナイダーや1978年のバストウィクラの報告まで遡ることができる。後背筋は解剖学的に、 大胸筋と類似している意味があり、皮下組織や皮膚の再建に適している。面積的には、最大でおよそ30センチメートル四方の皮弁が得られ、血行も良好であり、手術も比較的平易、移植の失敗や一部へし等のリスクは少ない。また、折りたたむなどして比較的自由にデザインができる。総じて使い勝手の良い皮弁であり、古くから利用されてきた。 この皮弁が乳房再建に用いられる場合は通常3から7センチメートル1 5トル程度のサイズとなり横方向または斜め方向に採取することで傷跡をブラジャーで隠れる範囲に収めることもできる。またこの術式は患者が妊娠を望む場合腹直筋皮弁移植術と比べて有利である。さらに 最終部の機能的な損失、すなわち腕の機能の損失は非常に少なく。また、非弁の居場が比較的短時間で行えるため、同時再建にも向く。ただし、組織量は少なく、チブサの粒基そのものの再建は難しく、この場合、インプラントとの併用がなされる場合がある。また、難分胴体の背面から胸部への移植となるので、 表皮を用いる場合、皮膚の色調や感触などでは不利である。その他、手術中の患者の体位が、側外となり、チブサが、通常の立位とは異なる形状に変形しているため、チブサの適切な整形が困難である面もある。また、腰部の矢や脂肪組織の多い部分をも採取し、インプラントなしでのチブサの流気を行う、拡大後輩筋比弁による、 再建術も提唱されている。伝部からの組織移植日本人の場合、体格の不利から、あまり大きな移植は行えない場合があるが、体格の優れた、欧米人には適した術式である。日本においては、体格の問題から腹直筋被弁が採取できない場合や、将来の妊娠、出産を希望する場合に適用が検討される。伝部の下部から採取する愛、 ギャップフラップの方がより大きな皮弁を採取できるが、特に片側からのみ採取した場合などについては、座り仕事が多い患者には不適。また、電部下部の皮膚には、色素沈着などが見られる場合があるため、表皮を用いない形での再検に用いられる。再検された左乳首。色調は、入れ墨で多様。乳房自体は、 皮膚温存切除術後の後背筋皮べ移植乳首の再建手術は肉体への負担が少なく外来でも手術可能である。乳房自体の再建が完了した後に改めて行われることも多く一度形成した乳首を移動、修正することは困難であるので特に自己組織による乳房再建を行った際にはその形状が十分落ち着いてから再建することが 好ましいとされる。ただし、乳房の再建と比較すると、乳首の再建を希望する患者は少ない。色調に関しては必要であれば、タトゥーで対応するが、患者に特にこだわりがない場合には、特に何もせずに置き、他人との入浴時などやむを得ない時のみ、サインペンや油性マーカーなどで着色して済ませるといった、例もある。将来授乳の可能性がない場合は、 検測の乳首を用いての移植による再建が望ましいが患者の乳首が小さい場合はやはりそれは難しくまた検測にまで手を入れることを患者が良しとしない場合もある検測の乳首を移植する場合検測の乳輪を半円状内視は螺旋状に採取しこれを円形に成形して移植採取部も 同等の整形を行うなどの術式があり、乳頭に関しては、肩側の半分を移植し、肩側に残された元側半分は整形して収める、方法などもある。また乳輪に関しては、肩側の乳輪の外周部を環状採取し、採取した一本の体状乳輪を渦巻き状、または輪状に食費支援系に乳輪を形成する、方法、その他、の平方法。 S, S 字状乳頭作成術など、様々な方法がある。移植以外にも、乳頭に関しては、局所非弁法が一般的である。また、小陰心や磁界からの移植、死亡中入法や、非弁内に、磁界軟骨や人工骨を移植し、長期間乳頭の隆起を保つ柳法など、様々な方法がある。なお、乳頭乳輪の再建術は、 部分エッシュなどを起こすケースもあるが、感染は、ほとんど見られない。入輪に関しては、前述のタトゥーなどのほか色素沈着のある、大陰心、または、外陰部からの移植などがある。入輪については、検測は主観と緊縮で、大きさが変わる場合があるため、再検時には、注意を要する。ちなみに、男性の場合は、陰脳からの移植が行われる場合がある。 乳首が温存できる軽度の乳がんなどの場合は乳首を下腹部に移植しておき、乳房再建後これを再移植することも可能である。乳房再建後の西洋性評価について、沢井誠二らは以下の最終案を報告した。ありがとうございます。